情をつけた前輪のみが残された状態自転車等とは自転車の窃盗を行う犯罪のこと。警察関係で手口などして使用される表現で一般には自転車泥棒などと呼ばれる。比較的簡単に実行でき捕まることが少ないことにより極めて多く発生する。警察庁、令和元年の刑法犯に関する統計資料によると 二千十九年の認知件数は約十六万八千七百三件に上り、検挙件数は一万千四件である。年齢層別の検挙人員を見ると、二千十九年は十四から十九歳が二二千百七十四人で、最も多く、この年齢層が最大という傾向は、毎年見られる。また、盗まれた自転車が所有者に戻る確率は約五十二点三パーセントで、 施錠していた場合は約、約47.7%、施錠していない場合は約、約55.3%であった。クリップ、U 字ロックがかけられた自転車鍵のかけ忘れや、短時間だからトム施錠を避けることがまず第一である。また、一般的なシティサイクルに付属している箱型錠は、簡単な工具で解錠したり、力任せにねじ曲げたりすることが可能で、 盗難抑止力が小さいため、二つの鍵を使用することが推奨されている。他の車両に比べ軽い自転車は構造物に固定されていない場合、盗むことが容易である。実際、施錠してある自転車を軽トラック等に積み込んで持ち去るケースもある。放置自転車の撤去作業に見せかけたり、人気の少ない駐輪スペースから堂々と持ち去ったりする例もある。 有字ロックや切断しにくい素材を利用したワイヤーロックやチェーンロックを複数併用し構造物に固定して解錠や破壊、持ち去り行為に時間を要するようにすることがより効果的である。また公共機関が運営する有人管理の自転車駐車場を利用することも対策としては有効であるが盗難や事故については駐輪場管理者が責任を負わないため 完全とは言い難い。自転車の様々なシリアル番号、ありがとうございます。